テレビへの接続では本体と送信機、オーディオケーブルを使用します。送信機のスライドスイッチをテレビの方向へ動かします。付属のオーディオケーブルを送信機に接続します。テレビのヘッドホン出力端子に送信機につないだケーブルを接続し、 USB 端子に送信機を挿入します。送信機を挿入しづらい場合は付属の USB 延長ケーブルをご使用ください。本体の電源ボタンを2秒長押しして電源を入れます。電源が入りました。 Bluetooth ボタンを押して接続先を送信機にします。送信機に接続します。接続しました。クリアボイスボタンを押すことで音声モードを切り替えることができます。テレビモードです。テレワークモードです。パソコンへの接続では本体と送信機を使用します。送信機のスライドスイッチを PC の方向に動かします。送信機をパソコンの USB 端子に接続します。パソコンのスピーカーやマイクの設定でシャープ ANWD5 を選択します。本体の電源ボタンを2秒長押しして電源を入れます。電源が入りました。 Bluetooth ボタンを押して接続先を送信機にします。送信機に接続します。接続しました。付属の送信機を使用した接続では高音質低遅延な音声で通話が可能です。スマートフォンへの接続では本体のみを使用します。本体の電源ボタンを2秒長押しして電源を入れます。電源が入りました。 Bluetooth ボタンを押して接続先を Bluetooth 機器にします。 Bluetooth 機器に接続します。 Bluetooth ボタンを2秒長押しするとペアリングモードに切り替わります。ペアリングの準備ができました。 Bluetooth 機器の Bluetooth をオンにして検出した機器の一覧から ANSS3 シャープを選択します。接続しました。マルチポイント接続はあらかじめ2台の Bluetooth 機器をペアリングしておいてマルチポイント接続を有効にすると2台の Bluetooth 機器を同時に接続できます。2台の Bluetooth 機器ともコンテンツを再生していると先に音声信号を出している機器の音しか聞こえません。音を聞きたい方のコンテンツだけを再生してください。先に音声信号を出している機器の音を優先して出力します。マルチポイント接続を有効にするには接続先を Bluetooth 機器にした状態で Bluetooth ボタンと音量プラスボタンを同時に5秒長押しします。ブロードキャストモードに設定することで付属の送信機1台に複数の本体を接続し同時に音声を聞くことができます。ブロードキャストモードでは本体と送信機の操作が必要です。送信機をテレビなどに接続した状態でブロードキャストボタンを10秒長押しします。送信機の LED が1秒間隔で点滅します。本体の電源ボタンを2秒長押しして電源を入れます。電源が入りました。 Bluetooth ボタンとクリアボイスボタンを同時に2秒長押ししてブロードキャストモードにします。ブロードキャストモードで接続します。すべての端末が接続されたら送信機の Bluetooth ボタンを押し受信端末の追加を終了します。送信機はブロードキャストボタンを10秒長押し、本体は Bluetooth ボタンを押すとブロードキャストモードが解除されます。いつもそばにいる暮らしのパートナー、アクオスサウンドパートナーです。